まこなこです。天下二分となったこの状況、大阪城にこもる豊臣秀吉、あとわずか、もう全部北条に飲まれそう。豊臣が、そして東側伊達とかが残ってればよかったんだけど、もうそれも虫の息なので、完全に北条と一対一の戦いになる。正直勝てる気はしない。これはまあ無理でしょっていうね。当然全部自分で調査すればまた可能性あるんだけど、まあそれをやらないので、どうなるかといったところなんだけど、ある程度は抗ってみようかなと。というわけで、編成とかがっつりやっていけるかどうか、さらに見ていきたいと思います。さて、ある程度臨戦で対応しようかなということで、後ろの方の部隊だけ臨戦やっておきましょう。26条。これで勝てるというわけではないんだけれども、ではさらに内政やっていきましょう。さて、北条が早速8万の兵でやってくる。この辺りを対応しないといけない。さて、今敵が続々迫ってるんだけど、ある程度前の方は防衛城にしてるので、準備整って兵数もちゃんと増えればなんとかなる可能性はあるので、そこまで耐え抜く戦いをする必要があるのかなと。修復とかもしつつで、あと15日、内側は兵力がそもそも足りてない。洲本も日数、あと兵数も足らない可能性がある。ここら辺で防ぎつつで、もう小髄に関しては守れそうなので、まあ、来させて、あとは放置で、そんな感じでやっていこうかと。で、今後ろの方から臨戦状態やってるので、この部隊前に出して、その後加藤清正、今動揺中だけど、これが解けたらいよいよといったところ、それで勝てなければ諦めるかなといったところかなというね。そんな感じでやっていきます。もう少し内政とかも進めておきます。さて、洲本周辺敵来てるけど、洲本があと1日でロゴ城一応は可能になる。だが兵数が足らない。600必要。待ちましょうか。ちょっと兵数ここ少ないかなっていうね、気はしないでもないで、正髄に関しては4000も兵数いるんで守りきれるでしょ。放っといても大丈夫だと思う。あとは上側、ここも兵数1200まで増えるまで待つ必要がある。あとここは900増える必要があるということで、まあ、内政やってはいるんだけれども、これどうするか。連兵場か、連兵場で兵を増やす。だが最大兵力増えると、今度は必要なまた兵数が必要になると、この伸びると思うので、まだ待った方がいいか。この後に連兵場で対応するのが良さそう。いやー、この辺りも、まあ、ほぼほぼ内政終わったと考えていいと思うので、この辺りまたやっといて、他も攻めてくる場所あるけれども、ここら辺ももう耐久9100守りきれそうなんでね。なのでこの辺りは放っといて大丈夫だと思う。真ん中ルート、そしてあと残り日数40日ぐらい、臨戦あと15とかそれぐらい、ここら辺前出してっていうところまでは進めておいて、それでどうなるか。まあ、案外いけそうなのと、大阪城豊臣粘ったね、秀吉素晴らしい。さて、この辺り三木城辺りもなんとか島津義弘が守ってくれてるんで、問題なさそう。ここももうすでに甲状腺下になっている。万が一持ったか。今臨戦準備できたところも出てきたので、多分正髄は取れないでしょ敵は。さて、加藤清正出陣できるようになったので、まず8000ぐらいで行って、この辺りなんとか威風で追い払えたらと。そしてまた豊臣の拠点攻められてるけど、工場準備中なのでまだ取られてないんでね、その間に我々が奥入っていければと考えてるけど、で洲本周辺とかはもう問題がなくなっている。ここら辺また様子見ときましょう。
さて今度は北条15万でまたやってくるとなってるんだけど、こっちも加藤清正ある程度前まで来てるんで、うん、まあ正髄ね、洲本も兵力さえ回復してしまえばなんとか耐えられそうなので、まず伊丹城あたりから突っ込んでって、ここら辺、あ、大阪城終わってるね、いつの間にか。うん、真ん中突っ切って二条御所とりあえず目指したいなっていうのがあります。とりあえずそこまでやっときます。さてこの辺り合戦可能になったのでやっていきたいんだけど、7対3面白くないけど、まあ合戦やって伊丹まで攻めましょうか。倒してこれでまた昇段していこうかと思ったけど、どうする、これは仲間にした方がいいか。いや、この趣味チョコザイのこと言うね。今の最前線初段しておきましょう。初段をしていくことによってもう勝利へ近づいたかのような武将数、あと877名初段すれば勝てるとなりますので、頑張ってやっていきましょう。ここら辺もがっつりと前前と、うん、いい感じに決戦できればいいけど。さてこの辺りガンガンいけるかどうか、兵糧の問題もあるから、ここまあでも普通の威風ぐらいか、発戦できる、あ、できなくなってる。まあこれで多少なりとも敵の進行、うーん、面白くないな。10対3だが、前に進めるためにもやっていきましょうか。さてなんとかここ取り付けそうなんだけれども、全くイフは発動できずなんだけど、ここ来たんじゃない、敵部隊4、織田信長対決いきましょうか。さすがに負けることはないと思うけど、ちょっと兵糧がだんだんと厳しくなってきてるんで、できれば手早く行きたい。まあ、パッと見そこまで難しいような状況にはなってない。こっち側経由で奥行ければいいけど。織田信長や1万3000なので、あれ倒すの辛そうだね。信秀親の方を先に倒して片方も優先して狙っていくか。これさ、あ、危ない危ない、素通りされるかと思った。うん、倒して赤くなっている仲間になる可能性がある。敵を叩くぞ。これこっち側入ってしまった方がいいか。雪高、あれも仲間になればいいけど、倒して誰か撃ち取った。ガンガンと敵の数減らしてるんで、あ、まあまあ強撃になってるからいいと言えばいいんだけど、ここで全員で挟んで、挟めてるか、挟んでる気配はない。どいていきましょう。右側ここ割ることによって左側楽になるはず。頂上です。うん、だから信長これ倒さないとダメだね。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。いい感じにスイッチしてくれればいいけど、その気配もないしで一人頑張っちゃってるんでね。とはいえここで撤退、黄色くなった。だが帰れないので捕まえられればいいけど。狙うは敵が退路ぞ。どんなもんだ、終わった、壊滅。皆もよう戦った。ようやく威風発動で周囲多少ね制圧しやすくなると思うんで、威風周囲出せればいいけどね。そこまで敵がなかなか集まらない。2倍ぐらい、まあ、それでも結構食らうんでね、自分で操作しないから。敵将絡め取った。うん、よし、久仲間にならず初段。あの世で待っております。久しぶりの威風、機内に入る威風。この音に聞こえよ。大阪城も行けそうだね。ありえませぬ。でここ取った後、大阪城、芥川山城かな。うん、来てはいるんだけれども、そこまでなんか辛いような状況でもないと思うので、
これ黒人衆でね。ここに行くぞ。足を動かせ。なので、まあ、ここまず取って。この城は我らが頂戴した。敵将取り押さえたり。さて、総合さん分かってないね。よろしいかな。行っておきましょう。待っておるぞ。ここでどうするか。まあ、大阪城は確実に取りたい。特に大阪城、上杉謙信のね、あんまり接したくないけど、加藤清正で大阪城の方に行く。で、この前の舞台で、芥川山城。で、後ろの方の舞台を少し前に出す。こんなところか？結構遠くから来てる舞台も多いから、そこまで前に行ききらないんでね。で、こうなったんであれば、まあ、とりあえず、高屋城、市議さんあたりまでは行きたい。さらに来てるね。で、こっち側攻める者いなくなった。あ、こっちじゃないわ。どこだ？ここら辺。ここは攻める者はいなくなった。これを、まあ一応上ルート通ってるんでね。なので、守りの城をやめて、籠城をやめて前に出すか、攻める者いないんであれば、多分また来るとなったら気づくでしょ。あとここは城主不在。どうかご命令を。返しましょう。返し運も返しましょう。多分ここは守りきれると思うんで、正髄に関しては。では後で内政とかもやりつつ、兵を奮い立て戦ぞ。さてここ合戦やって終わらせます。さて倒して、相手が悪かったと。どこかで戦っている。でこの辺り大阪城取り付いた。ある程度下の方に舞台向けとかないと決戦が厳しくなりそうなので、こっちが向けといて。でここ一人危ないのがいるので返しましょう。早め早めに気づいたタイミングで。次はどのように。こんな感じでいいでしょう。洲本、これは一般の兵だったか。洲本に戻しましょう。洲本に来ている部隊もそれなりにいるので、もう取り付かせてもねいいかなと思うけど、まだ兵数が足りてないのでもうちょっとだけ様子見ましょう。さて大阪城間もなく。陣を構え、戦の始まりぞ。まあ上行った方が良かったような気もしないでもないけど、ここら辺も2部隊のみか。もうちょっと部隊数来れば面白いけど。あっさりと倒れた。いや倒れてない。合戦いける。7対2終わらせましょう。さてここで焼き打ちできるようになってるので、兵糧減少成し遂げてみせます。やってもらいましょう。さて強攻大阪城、あとわずか。芥川山城をまず取って、このあとどうするかだな。当時行ってでもいいんだけれども、前線広がりすぎるような気がする。で芥川山城を守りに来るのはいるので、兵糧少ないの置いといて南側、それ以外は向かわせる。やっときましょう。さて大阪城あとわずか。さらに敵が来る気配あるけど、大阪城制した。観念せよ。伊丹の方にも敵が来る気配あるね。6名東洋、4名初段かな。しておきましょう。これまでか。今現在の武将数902。なんか以前より増えてるような。以前、あ、どこか吸収されたかな。ひょっとしたら伊達が吸収されるとさらに180加わるので、ちょっと厳しくなりそうだね。また前線の防衛もここまで部隊いるかと言われるといないので、
では配置とかやっていきましょう。今取ったお城、そこに関しては防衛城にしておいて、なんとかこれがちゃんと防衛できるような状況になるまではここで耐え抜こうかなと。それ以上は行かない方がいいか。高屋行ってもいいような気はするんだけど、大阪までで一服の方が守りはしやすいと思う。で、加藤清正とかいくつか戻して、でまた臨機応変に対応するのが良さそう。うん、ちょっとここは守りましょう。まあ、だが一筆書きのようにいけるんだれば高屋は行ってもいいか。高屋取れば岸和田とかの連絡が立てるので、大阪と高屋で、まあ、高屋までは行くか。いかに動くべきか。兵糧ある人を前に出す。で、兵糧ない人はここで待機。ご命令を。これで様子見ましょう。今お金がないんで、内政もね、特にできないんで。これは、こっちが大阪城に入ってもらいたい。で、これを前に出す。ここは一部隊多いような気がするので、立花道節は返しましょうか。これはなんで帰んない？決まってるか？今帰ってく。お指図を頂戴したく。さて、この辺り動いてるね。洲本は放っといてもいいような気はするので、もう少しで兵数回復しきるけど、今の段階でも問題ないでしょ。まあ全部返すかどうか。返すの忘れて倒されるのが一番良くないんで。新たな苦難が。他もゴズメも来ないので、まあ、全部返しましょう一旦。新たな苦難が。ではさらに見ていきましょうか。城は囲まれたか。ここ強行中になってるかな。戦となるぞ。婦人を始め。役終わりそう。それでも結構硬いね。強行中でね。お金が全然ないから手当てが打てない。この辺りの城、少なくとも修復ぐらいはねやっておきたいような気がする。時間かかってるね。我が部を示す時が来た。なんでこれ、いいなお虎ごときにこんなに時間かかってるのかが分かんないけど、あとわずか。打ち破ったり。高屋城取った。これで一服までは持ってきてるはず。あとはここら辺の内政やりながら、高屋城も防衛城にしときましょう。といったところで、なんとか機内に入ることはできたものの、東側からもどんどんと軍が迫ってる。結構遠くから来るね。今現在の様子見ておきましょうか。兵力、まあ、当然言うまでもないが、北条がトップ。城128、こっちは74。まあ、兵力的にも 1.5 倍ぐらいあるので、この辺りでどうなるか。伊達とかも、そこら辺が生き残っているんであれば面白いんだけど、まあちょっと終わるか、伊達も。全部来るぞ、これ。一個だけここ、なぜか酒井忠次が守られてるけど。といったところで今回は終えたいと思います。果たしてここからクリアまでいけるのか。また次回以降、再生リストから続きご覧ください。ではでは。